じゃあこんにちは。いやプロ野球ってなんかいろいろ重いだよお前入りがなんか重い話か今日。いやちょっとね、はい、もしかしたらマスクがま登場するかもしれないんですけど、プロ野球っていろいろこう規定とか規則あるじゃないですか。まああるよね。ありますよね。いや実はね、あの私今フリーのアナウンサーなんですけど、高校野球に球児の例えば取材とかインタビューに行くってなった場合は、フリーのアナウンサーはまず行っちゃいけないんですよ。なんでダメなんですって。どこかのテレビ局に所属している。違いますよ違う、高校生だしおかしいでしょ。こっちからって、そのどこかのテレビ局に所属しているその会社員としてのアナウンサーじゃないとダメとか、あのアマチュアと接触するのが。あ、そうなの。そうなんです。そういうのもあるんですよ。アナウンサーでもあるんだ。あるんです。だから一時期私 J スポーツ その、うん、インタビューで行くってなった時に、すいません森藤さん、まあ、セントフォースという事務所に所属してるんですけどダメです。お前今自分を売ったら今え、いや一応ほら宣伝コマーシャルした、ね、セントフォースという事務所なんですが一応ちょっと宣伝。なるほど。それはダメなの。ダメとかあるんですよ。え、そうなの。でもほらよく聞くのはプロ野球の、まあ、選手とアマチュアが何かこう接触したりとか指導してはなくいけないと。いけない。あ、いろいろある。俺が高校京都のちょっと奥の方に呼ばれた、はい、鶴なんとかっていうとこだったんだけど、はい、講演をやってくれと、うん、高校生相手にね、はい、でやってたんだよ、うん、でやっぱり野球っていじりやすいと思うじゃん。やっぱり野球やってるから。そうですよね。ね、うん、そしたら、うん、ちょっと野球部のやつ手を挙げてみるって言って、うん、で手を挙げてくれたんだけど、監督がバーンと立ち上がって、はい、高橋さん、球児には触らないでくださいとか言ってとか思ってダメ？何？みたいな、はい、いや野球の指導じゃないんですよみたいな、うん、いやそれでも触らないでくださいみたいな。それでもタッチの触るってこと？なんかいやだからまあ喋ったりとか。そこまでですか？いやいや、だからまあそのぐらい神経質にはなってるよね。やっぱりそうなんだ。だからこっちは、まあ、ちょっと申し訳ないって、うん、気が利かなくてさ、はい、いやだって俺公園で行っててさいじるなって いじるなって言われたらな、どこいじったらいいのみたいな。何にも話せなくなっちゃいますよね。そういうなんか細かい規定とかもある中で、例えばなんですけど、これも2018年の記事なんですけれども、あのダイヤモンドバックスと契約したあの吉川投手、皆さん覚えていらっしゃいますか、はい、があの社会人の、ね、パナソニックで活躍してたんですけれども、その選手ダイヤモンドバックスと契約してしまったあまりに永久追放になってしまった、まあ、だから日本ではもう一切今後野球ができないという、まあ、でもルールを破ったことはあるでしょ、まあ、ルールがあって。そうなんです。あのプロ球団との契約締結というのは、そのあの締結日以前に登録抹消届を提出しなきゃいけないんですけれども、はい、吉川投手はその提出前にダイヤモンドバックスとマイナー契約を正式に結んでしまったと。でさらにその1月から球団スカウトと複数回も接触して交渉を行っていたことも、こういった一番重い処分になってしまったと、まあ、こういう理由が。まあでもこれはルールがあってさ、ルールを守らなかったら仕方ないよね。まあルール上は例えばその会社でも円満退社か円満退社じゃないかっていうのも、その先に接触してるかどうのこうのってあるよね、やっぱりね。そこありますよね。そりゃやっぱりただ永久追放っていうのはちょっと重い処分だよね。重い処分ではないけれども、あの田澤投手はとりあえず2年間は向こう辞めてもできないってことですよね。そう、まあでも田澤の場合は、うん、まあ、花からメジャーに行きますっていう公言をして、うんうん、まあ、それを実践してきたという、うん、だから日本球界ではやりませんっていうことはもう発表してたからさ、うん、あ、もうじゃあ本人的にも、まあ、本人的にも納得してるんだろうけど、はい、ただやっぱこう陰でルールがあるのに、うん、でもそのルールにのっとってやったとしても、うん、まあ、社会人野球の方が許可を出さなかったらいけないことだからね、はい、まあ、まあそうですよね、うん、だからまあ夢を潰される前にもうルールを破っちゃったという、うんうんうん、まあどっちもどっちだけどね。まあでも結構細かい規定あるんですよね。あるあるある。で私ね笑っちゃい
ちいけないですけど、こんな珍事件もあったんですよ。これ2014年なんですけれどもね、はあ、今からもう6年前ですよ、はい、1月10日に大阪市内の警察署ですよ、うん、警察署が館内のスーパーの駐車場会場に正しい110番のかけ方をテーマとした話を行ったんですよ。いいですよね。その日の主役は1日署長として迎えられた関西の人気プロ野球チームのベテラン捕手、うん、まあ、これもうあの当時藤井選手、まあ阪神だよね。そうですそうです、ね、だったんですけれども、でその捕手が構えるミットに安全の2文字が記されたボールが投げ込まれちゃったんですよね。で投げ込んだのが誰かというと、ユニフォーム姿の地元公立高校の現役野球部員だったんです。で大勢の市民が集まったイベントでは高校と部員の名前 もう紹介されちゃったんですよ、うん、でそれを見たプロ球団側から、うん、これ学生野球憲章に違反するんじゃないですかと、こう警察署の、ね、関係者とかに大丈夫ですか、まあ、関係を、ま、持っちゃったからね。そう受けちゃった、受けちゃった。だけどほら警察署には安全って書かれてる、あ安全かなみたいな、なあ安全じゃなかったんです、ね、だって警察が催してるんでしょ。はい、安全ではなくてですね、たとえ日本学生野球協会の審査室にはたとえ一球のキャッチボールでもこれはもう一緒にプレーしたとみなされるとし、部員をイベントに出演させた監督を1ヶ月の謹慎処分となって重いね。重いですよ。しかも監督一球が高校野球の監督にです。でもそれボール受けちゃいけないっていうのは、それ中学リトルリーグとかはダメなんですか。いや高校生だけだよ、触っちゃいけない。それは高校生だけ、うん、じゃあ小学生中学生は、OK、とかはいい、別に大学、大学は出身校だったらいいんじゃないかな。出身校だったらいいんですか、うん、他はあの届けは出すよ、もちろん届け出して、かなおかつ出身校、そう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 。だからプロの選手でも実質でやるときに母校に帰って実質でやるときはあるじゃない、はい、まあ、そういうのはなんか申請を出して、うん、届け出してやってるという。それはキャッチボールがダメなんですか。例えば一緒にバッティングセンターに行って打つのはいいんですか。いや教えちゃいけないからね。無言で無言で2人で打つ、目でしょいいねとかわーってマスクしてダメでしょ。ダメ、接触がダメなんでしょ。あ、まあ、例えばさグラウンドがこうあるでしょ、はい、高校の、うん、その横を歩いてました、うん、ボールが飛んできました、うん、ね、うん、拾って、うん、おいって渡したらこれはどうなの、ダメなの。ダメでしょ、それもプレーの一環とみなされる。だから来ても黙って見てなきゃいけない、すみません取ってくださいって言っても喋っちゃいけない、喋っちゃいけない、無視。親子でもそうだからね。ダメなんですか。ダメだよ。高校の息子がいて、だからこれは有名な話なんだけど、長嶋さんの一茂がいるでしょ、はい、息子がね、うん、でお父さんから教わったことがないって言ってるけどさ、それはかぶってもいいんですけど、それは絶対ありますよね、家の中で。いやそれは分かんない、だからまあわざと寮生活をさせるとかさ、接触がないように。いや厳しいよ意外に。じゃあ例えば家で一緒に野球のテレビを見ていて、いやこのワンアウトこうね、例えば1三塁だったら次攻撃お前どうさせる、いや俺こうだと思う、そんなこと会話もダメ。いやそれは親子の会話で成立するんじゃない。それはいいんですか。でもだから技術として教えちゃいけないという。親子でお前登録行くかこうやって喋りました。行かないけど。行かないでしょ。でも厳密に言うとそれはダメ。いやダメなんだ。一緒に自分も見ちゃった。一番伸び盛りなんだけどね、で高校生って言ったら、そうやっとしっかりバットが触れてきて、うん、思考もさ、うん、野球っていうことをしっかり考えられるようになって、うん、一番大事な時期をそういう規定を設けてるからね。でもまだ昔からすると緩和された方だよ、うん、復活制度とかできて、はい、だから指導したいとか、うん、そういう人たちはやっぱもうそういう制度があるんだから、その制度に乗っ取るしかないよね。ルールだからもう仕方ないよこれは。アメリカはうう普通考えたらさ、うん、おかしな話でしょ。ですよね。アメリカはこんなルール一切ないんですよ。だってスーパースターが高校の監督とか、はい、大学に戻って監督やったりとか、うん、平気で向こうはするからね、うん、するし接触ももちろんありますし、でそれで選手とか周りの人もやっぱり感動して、ああいう選手になろうってなったりとかあるじゃないですか。あるある。今後そういうのがどんどん規制が緩和されていったり撤廃とかならないんですかね。いや昔のしこりだよね。何かあったんですか。柳川事件って、
アマチュアの選手をもうプロが強引に取っちゃったとかさ、まあそういうなんかいろんな事件が絡み合ってんだよ、この問題は。そうなんですね、うん、だからもういいんじゃない。そうね、なあ、もう令和だし、この時代だし、本当に、うん、なあもうそろそろいいんじゃないかな、このご時世、はい、と思いますけれどもね、はい、なんとか緩和をね、はい、していただきたいと思います。はい。